番手は小野、そして3番手田中、結束固い千葉ライン、堀内俊介、予選準決ともに後方からのロングまくりです。この決勝戦はどう出るか。一方後方から石塚上昇、その石塚の上昇を一旦突っ張った根田ですが、車を3番手に下げます。赤番前から先行に体制に入った石塚に対し、早くも巻き返していく根田貴。ここで石塚をかわして先頭に立ちました。赤番先行根田貴史、必死に2番手追いかける小野正義、そして田中春樹、主導権を握った千葉ライン、ジャンが入った3コーナー、先頭は7番車千葉の根田貴史です。さあ番手絶好の展開生かせるか小野正義、いよいよ決勝戦ファイナルラップに突入。先頭は7番車根田貴史、絶好の展開生かせるか。3番の小野正義、そして4番の田中、8番の堀内が中段からまくっていく。2番の松川も動いた、松川が動いた、堀内のまくりを田中が止め、インコース切り込む1番の新田。さあ先頭は3番の小野から、ここで田中がかわした、小野から田中がかわした、直線抜け出したのは4番車田中春樹。
安全部位に視界は良好か、熊本の松川隆弘。初の決勝の舞台は石塚凛太郎、ここは無欲の勝負です。地元でファイナル進出、堀内俊介、見せ場を作れるか。同県根田目標から G3 初制覇なるか、千葉の小野正義。最後に4番の田中、ハンドルに手をかけました。12レース決勝戦のスタート。さあまずは注目の位置取り、相手の出方を見ながら受けて立ってやろうと千葉の根田隆、先頭誘導員を追いかけていきます。初日松川にまくられ8着も、準決勝一旦突っ張ってから4番手キープ、まくって決勝に勝ち上がってきたのが根田隆であります。2番手は新田、今日は初日同様千葉勢とは別戦です。地元堀内マークからチャンスを待つ展開。松川隆弘は3番手、そして小野正義上昇。準決では堀内マークも決勝は初日同様同県根田マークから G3 初制覇を狙います。根田、小野と並び新田康人が地元の堀内を迎え入れました。堀内は地元の大会での決勝進出となります。一方後方から車を上げてきました田中春樹、千葉3人の並びは初日同様根田、小野、田中の布陣となります。別戦となった堀内新田ラインが中断、そして松川隆弘、まくり2連発、無傷で勝ち上がってきました。この決勝戦ポイントは位置取り。熊本の松川を目標に指名したのが愛媛の渡辺哲夫、そして和歌山の石塚凛太郎。初の決勝の舞台、やることはただ一つか。そして番手は準決同様同県の西岡翔一となります。ラインは細切れ4分線、根田隆正攻法、フレームを変えたら見違えるようになったという根田、積極タイプ揃っての小切れ戦、どう組み立てていくのか。番手は小野、そして3番手田中、結束固い千葉ライン、堀内俊介、予選準決ともに後方からのロングまくりです。この決勝戦はどう出るか。一方後方から石塚上昇、その石塚の上昇を一旦突っ張った根田ですが、車を3番手に下げます。赤番前から先行に体制に入った石塚に対し、早くも巻き返していく根田隆。ここで石塚をかわして先頭に立ちました。赤番先行根田隆、必死に2番手追いかける小野正義、そして田中春樹、主導権を握った千葉ライン。ジャンが入った3コーナー、先頭は7番車千葉の根田隆です。さあ番手絶好の展開、生かせるか小野正義。いよいよ決勝戦ファイナルラップに突入、先頭は7番車根田隆、絶好の展開生かせるか。3番の小野正義、そして4番の田中、8番の堀内が中段からまくっていく、2番の松川も動いた、松川が動いた、堀内のまくりを田中が止め、インコース切り込む1番の新田。さあ先頭は3番の小野から、ここで田中がかわした、小野から田中がかわした、直線抜け出したのは4番車田中春樹、G3 初制覇。千葉2段掛け、その3番手にいた田中春樹が小野の番手まくりを追い込んでゴール先頭で駆け抜けていきました。